高校野球には敗者復活戦があった。最深積雪量の世界記録は日本が持っている1182センチ。ベルリンの壁はある一人の勘違いで崩壊した。卓球のラケットの大きさはルール上どんなに大きくても問題ない。かぼちゃは英語でスクワッシュ、パンプキンというのはハロウィンでよく見かけるオレンジ色のかぼちゃだけを意味する。同様てるてる坊主では、てるてる坊主は天気を晴れにできないと首を切って殺される。ブラジルの首都はサンパウロでもリオデジャネイロでもなく、ブラジリア。牛乳は浄水器に通すと透明になる。これらのサイトを見ているとき、無防備状態で IQ さんになっている。タツノオトシゴの仲間としてタツノイトコとタツノハトコが存在する。相撲も柔道も剣道も厳密に言うと日本の国技ではない。